内藤直行は愛知県豊川市出身の元プロ野球選手、監督、解説者、タレント。現在はギャオス、内藤の芸名で活動しており、陸コーポレーション所属。小学校時代はソフトボールの選手で外野手であったが、母親がうちの子にも投手をさせてとコーチに頼み込み転校し、以来投手一筋となった。高校進学時は、 愛知四学四教の一つ、東邦高校の練習に参加したが、当時の坂口慶造監督に、あまり評価されずにその反骨心から地元、豊川高校を選んだ。進学後は二学年上に、阪急に、ドラフト1位で指名される、白井高幸がおり、県内には、同学年の近藤慎一がいたことで、プロ野球スカウトの目に留まる機会が多かったという。 白井の弟交渉は同期だが、高校時代は内藤が AS で白井は外野試験控え投手であった。この頃からタレント志向は強く、アイドルの振り付けや歌などが得意であった。早朝に実家の周囲を毎日ジョギングしていたが、コースの途中に工事現場で資材が積んでおいてある。その上をステージに見立てて、毎日田原敏彦や近藤正彦などの歌の振り付けの 練習を欠かさず行っていたという、プロに入りたい気持ちも強く、訪問するスカウトにも、猛アピールしていた。2年時の1985年秋には、明治神宮大会に出場し、1回戦で、松商学園に0から1で赤敗したのが目立った、成績で、甲子園出場は叶わなかった。ドラフト前から同郷である近藤より先に一軍に、 上がることを目標にトレーニングを続け、1986年のドラフト3位でヤクルトスワローズに入団。同期にドバシカツユキ、飯田哲也らがいるが、飯田が2004年に挙式を挙げた、際の立ち会い人は内藤が担当した。ドラフトで指名されてからは、開幕1軍を目標に、湯までの1軍、2軍合同キャンプに参加。キャンプに出発する際、 チームの皆さんに挨拶代わりに配るためと、愛知県人で見栄っ張りな母から出会った人に渡すように言われた地元の名産、山佐地区は思っていたが、神宮のクラブハウスには誰もおらず、仕方がないので居合わせた報道陣にこの地区はを渡すことになり、不思議がられる。大詰めを迎えた、湯マキャンプの紅白戦で一軍相手に登板し、一イニングを三人で仕留めた。 先頭打者の言語か正光に高めに大きく外れる、ボール球を2球続け、緊張している様子であったが、これで気持ちが楽になった。3球目を詰まらせて中飛に打ち取ると、若松勤にはスライダーを2球続け、カウント1から1から自慢のストレートを投げた。若松はやや振り遅れて打球はショートへの平凡な頃に、終わり、西後は、レオンリーで1から1からの3球目に、 外角低めのストレートを投じるが、強引に引っ張った、レオンの打球は、隅藤尾への正面の頃に終わる。内藤はわずか8球で、ヤクルトの主力クラスの打者を手玉に取る、上場のデビューを飾り、新人の関根純三監督は、いい度胸しているね。高校生だし、まだまだだけどまっすぐに力がある。抑えでも使えるねと口元をほころばせた。内藤自身は、 内容は70点のでき。最初の2級、力んでいましたから。それに100点と思ったら、進歩がありませんからという当世の答えを口にしたが、そのすぐ後に、あれ、結構キザなこと言っちゃったと舌を出し、憎めない性格をそのまま出した。もともと高校生の時からよく声を出すタイプで、プロでもその癖が抜けず、初日にたまたまブルペン保守が盛り上げ上手であったためつい。 調子に乗ってしまい、同じくブルペンで投げていた、荒木大輔が我慢できずに退出して、報道陣に愚痴をこぼすほどであった。このこともあって変な奴がいると話題になり、キャンプイン後も先輩に可愛がられた。大きな体に大きな顔、靴のサイズが30センチメートルから最初についた、ニックネームがフランケンであったが、首脳陣がギャオと呼び、それが返事でギャオスとなり、 引退後も、芸名として使用している。初日に、プロの練習はなんて優しいんだ。これなら中学の時の方が、よっぽど辛いじゃないか。と感じるなど、気持ちを込めて、自主トレーニングをしていたこともあり、見事開幕一軍を手にする。1988年からはリリーフとして活躍し、8月19日の、阪神戦に3番手で登板して5回を1案だ。 無失点を抑え初勝利を挙げる。1989年には、初の2桁となる12勝8セーブを挙げ、オールスターゲームにも出場を果たした。1990年に、野村克也が監督に就任するが、当時野村について、内藤は、野村さんは、現役時代の成績を見れば、ものすごい選手というのは、間違いない。ただ当時は評論家のイメージが強かったのでどんな。 監督なのかと思った。同年の春季キャンプで毎晩ミーティングを実施することに、つき取材を受けた際、ミーティングになると眠くなっちゃうんですと発言。その番組を見ていた野村が、ミーティングで眠くなるなあ、内藤と、名指しで言われ、キャンプ初日のミーティングで冒頭から槍玉にあげられた。野村のミーティングを実際に聞いてみたら、話がうまいから聞き入っちゃうんです。 確かに練習の後だから眠くなることもありましたが本当に面白かった。時間も集中力が持つ1時間と決めて必要以上に流行らない。解説者になってからミーティングで言われたことは役に立っていますねと語っている。1991年2年連続して内藤を開幕投手に起用。同年に開幕戦として行われた4月7日の 巨人戦では1失点の高頭で3から1で迎えた8回、1死2塁の場面で、篠塚敏夫と対戦し、篠塚が放った、ライトポールギリギリの打球が1塁塁進の大里、春信によって、本塁打と判定。一気に同点となり、内藤はマウンドでうずくまったが、ヤクルトは延長戦の末に敗れた。この判定は、当時、明らかな誤新ではないかと、大きな話題になっている。 同年は投手ながら打撃センスの良さを見せ、同15日の対応戦では、遠藤和彦からの左翼席へ飛び込む、決勝3ン本塁打を打ち込み、次の当番試合となった、同19日の阪神戦では1打席目に、野田浩二から、ソロ本塁打を浴びせて2打席連続本塁打を記録。通算は3本塁打で、そのうちの2本は、同年に放った。 千葉マリンスタジアム最初の公式戦となった1991年5月25日の中日戦で先発し、同級上初の勝利投手となった。2年連続開幕投手に指名された1991年から毎年先発、中継ぎ、抑えとすべての場面で起用されていたことによる金属疲労で故障がちになり出す。1992年も先発に抑えにとこなしていたが、 シーズン途中に戦線離脱。チームは14年ぶりリーグ制覇したが、西部との日本シリーズには当板できなかった。1993年9月2日に行われた中日戦では延長15回裏に虫満塁のピンチからクリーンアップトリオのアロンゾ、パウエル、落合博光、彦野俊勝を三者三振に切って取り、引き分け再試合に持ち込んだ。 この年の優勝争いは中日とのマッチレースで前日の直接対決で敗れて首位奪回されていただけに同年のヤクルト優勝にとっては重要なターニングポイントとなった。1994年には一軍定着後初めて未勝利でシーズンを終える。1994年オフに青柳進むとの交換トレードで千葉ロッテマリーンズに移籍。 1995年は開幕してすぐに先発ローテーションに入り、この時期は先発投手になかなか勝ちがつかないチームの中、1ヶ月強で先発で3勝を挙げるが、またしても怪我で戦線離脱。1996年シーズン途中に与田剛との交換トレードで地元の中日に移籍するも故障は言えず、1997年に29歳で現役を引退。 2度のリーグ優勝を経験しながら、日本シリーズは未登板で選手生活を終えたが、偵察要員として出場歴がある。引退後は、ラジオ日本 J スポーツ解説者を務めるほか、キャラクターを活かしたタレントとしても活動を行い、台湾のテレビにも出演している。2007年から2008年には、目からテレでもゲスト解説を務め、この時、 以来地上派の野球中継には出演していない。プロ野球マスターズリーグでは、名古屋パチジュー D セルスに所属し、2006年から2007年シーズンで優勝した際の記念撮影では上半身裸になっていた。また、2006年に同チームが中日ドラゴンズのファン感謝デーでエキシビションゲームを行った際、福留孝介に本類打を浴びている。2012年に、 中日の監督が高木森道となり、コーチ就任が発表された川又ベイリの公認として中京テレビスポーツスタジアムに出演。2013年からは新潟アルビレックスベースボールクラブ監督に就任。登録名はギャオスナイト藤。背番号は現役当時につけていたうちの一つである24に決まった。解説者活動も継続していっていた。 2014年シーズン終了後に監督退任が発表された。監督退任後もギャンバサダーとして新潟球団との関わりを保っており、支球式などのイベントに来場している。2016年5月からクラブチーム BBC スカイホークス特別投資コーチに就任するが内藤は学生指導資格を回復していないため所属する。 学生選手に直接指導は行えない。野球解説者としての活動を行っているが、野球解説者の里崎智也からは、現役時代から解説を聞いてイラッとしていた。自分がされて嫌な解説はしないようにしていますと、抽象的な解説に苦言を呈されている。球速は1 4 0トル出るか出ないかくらいだが、球威があり、低めへのコントロールがピッチングの生命線、決め球は、 スライダー、フォーク。本人のことによる、スライダーで緩急をつけて、カウントを整え、三振を狙うこともできた。プロ生活中常に、綺麗なストレートを投げようと試みていたが、ストレートは、シュート回転する癖玉であった。ありがとうございます。